皆様こんにちは。国際不動産エージェント鈴木です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。今回は久々に地方移住、田舎暮らしのリスクをデータに基づいて話してみますね。 普段は東京や大阪のような大都市で暮らしている方が、いつかは地方に移住して自然に囲まれた田舎暮らしをしてみたいというニーズはいつの時代にもありました。そのニーズはコロナ禍の時代になってさらに顕在化しました。 大都市を離れて感染リスクを減らしたい方、あるいはテレワークの普及によって毎日オフィスに行かなくても良くなり、地方移住がにわかに現実的になった方も相当数いらっしゃいます。今、軽井沢とか熱海のような新幹線で東京に1時間程度で行けて、さらに海や山の自然に囲まれた街が移住者で賑わい、不動産価値も上がっています。 そこまでメジャーじゃなくても千葉県の南房総とか山梨県の八ヶ岳山麓のような東京に近い田舎への居住ニーズは目に見えて増えています大都市から遠い沖縄のような場所でも気候やビーチの魅力から別荘セカンドハウス需要が増えていますまあそういう移住の人気エリアなら多分よそ者にもオープンだし都会人にも馴染みやすいのだと思いますが。 問題は人気地域とは言えない普通の田舎へ移住するケースです。実はこれが結構ハードル高いようで、せっかく移住しても夢破れて挫折、都会に戻られる方も数多くいらっしゃいます。もともと移住者が少なく独特な地域のしきたりがあって、 消防団とか町会婦人会みたいな濃い付き合いがあったりして都会暮らしをやってきたものにはなかなか馴染みにくいカルチャーだったり下手したら村八分になったり怖い人を呼ばれたりして地域で暮らせなくなるみたいなケースを時々耳にします近年そういうケースが頻発するのか移住者受け入れ側の件でこのようなアドバイスをすることがよくあります まずは県庁所在地に住んでみて、慣れたらお目当ての田舎暮らしにチャレンジしてみてはいかがですか確かに大都市から離れた地方の県でも、県庁所在地なら30万人ぐらいの人口がいて、商業施設も美容院も学校も一通り揃って、それなりに便利に暮らせますし、ちょっと行けば自然が豊かで、東京に行きたければ新幹線や飛行機ですぐ行ける。家賃も東京より安く住む。 そんな環境で暮らせるわけなので、地方暮らしの第一歩を踏み出すには良い場所だと思います。そしてもう一つ、県庁所在地クラスの地方都市に住む大きなメリットがあります。それは、コンスタントに人の出入りがある場所なので、よそ者に対してそれなりにオープンであることです。例えばの話、石川県の県庁所在地、金沢市の例を挙げますと、 人口45万人余りいる北陸3県の中心都市なので、同じ県内の能登半島や隣の富山県から毎年約1万6千人が金沢市に転入してきます。そしてほぼ同じ数、1万6千人が 首都圏や関西、東海など大都市圏に転出していきます。45万人の都市で1万6000人の転入、つまり総人口の3.6%が外部から金沢市に入ってくるわけなので、地元民はよそ者との共存にはそれなりに慣れていると想定できます。 金沢市の転入率3.6%というのは全国に815ある市の中で平均より少し上です。転入率において日本でナンバーワンの自治体は東京都新宿区でなんと12.16%です。全国トップ10自治体のうち9つまでを東京特別区が占めていますから東京はよそ者だらけ移住者の社会ということです。 あと、東京通勤圏の各自治体や、大阪、名古屋、福岡、札幌、広島など地方中核都市の転入率は、軒並み5%を超えます。 5%超えは815市のうち13%を占める109市。これらは移住の多い都市型の社会と言えます。逆に日本で最下位の自治体は富山県氷見市で転入率は1.38%です。全国815市のうち7%弱を占める55市が転入率2%を割り込みますので、 これらの自治体は、よそ者の移住にあまり慣れていないと想定されます。なお、軍部になると、氷見市よりさらに転入率の低い自治体があると思います。815市のデータを上から下まで並べたとき、ちょうど中間に来るのが、 408位の埼玉県飯能市で転入率3.30%です。この3.3%こそ全国平均近辺の数字と覚えておきましょう。これが何を意味するのかというと、日本人の平均寿命が85歳ですから、8 5三3 3か1 0 0イコール2.5。 つまり日本人は一生で平均2.5回市町村をまたぐ引っ越しをしているということです。そして今回私がお伝えしたいのはこの転入率データを 地域がよそ者でオープンであるか否かの簡単な指標として使えるのではないかということです。転入率を整理したデータがこれなんですが、私の意見では転入率2.5%以上ある自治体なら、それなりによそ者にオープンであると期待できます。なぜなら、 全国で47ある都道府県庁所在地のうち、実に45都市が2.5%を超えているんですね。このラインを下回るのは、和歌山市の2.33%と、鳥取市の2.41%だけです。最も転入率には地域性がありまして、平均して高いのが、関東や東海、南九州や沖縄などです。 これらの地域ではどんなに田舎でも2.5%を下回ることは珍しいです。その真逆なのが東北地方で2.0%以下の自治体がたくさんあります。そして意外ですが関西も転入率が低めなんです。 京都市や大阪市など5%超えの大都市があるかと思えば2%ギリの自治体も珍しくないんですね。ですので和歌山市や鳥取市の数字は関西外縁部の都市としてそんなに目立つわけではありません。簡単な目安として私が提唱するのはこれから移住しようとしている自治体の転入率が2.0から2.5%なら要注意。2.0%以下なら要警戒。 ということです。全国平均と比べて明らかに転入率が低い自治体の場合、よそ者との共存に慣れていない、逆に言うと、移住者が地域に馴染みにくいリスクが高まると思うからです。とはいえ、転入率の数字だけではなく、市長さんや市議さんの中に、よその土地の出身者がどれだけいるのか、彼らが移住者に対してどんなメッセージを送っているのか、という面も考慮に入れるべきだと思います。 最後に、転入率の調べ方については、生活 guide.com が一番わかりやすいです。コメント欄にリンクを貼っておきますね。ちなみに私は、転入率3.3%以下の都市に住んだことがありません。今住んでいる東京都江東区は7.53%。出身地の千葉県柏市は5.26%。 転勤で一時期住んだ福岡市は7.62%いずれも日本有数の極めてオープンな社会といえますあとは群馬県立林市に住んだこともありますがここは転入率3.38%でほぼ全国平均と同じなんです私はその立林でさえ比較的閉鎖的だと感じました人人口8万人の中堅都市ですが あれ以上田舎には住みたくありません。私は日本に住むなら東京や福岡や柏が好き、要は典型的な都市型人間なんですね。今回の動画、面白かった、ためになった、新たな知識が得られたと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは失礼します。さようなら。